こんばんは、ワーボイスオプサンのマナです。プサングルメといえば、やっぱり海鮮料理をイメージされる方が多いのではないでしょうか。プサンに行ったら美味しい海鮮料理を食べたいと思っていらっしゃる方に、今回はプサンで食べてほしい海鮮料理8選をご紹介いたします。港町であるプサンは、新鮮な海産物が食べれる場所ですし、お刺身だけでなく、鍋料理など様々な料理があります。韓国人の方の中にも、プサンに行ったことがなかったり、一度は行ったことがあるけど、どのお店がいいかわからないという方にも、ぜひ見ていただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。ラボイスオプサン。こんにちは。今回は、プサンで食べてほしい海鮮グルメ特集ということで、もう何度もおまとめ動画に出てきているこちらのお店をまたまた紹介したいと思います。もう知ってるわ、もう行ったわという方かなり多いかもしれませんが、それほど日本人観光客の方におすすめしたいお店なんです。そもそも日本でも貝焼きは食べられますが、やはりソースや締めなどは日本と全然違いますので、韓国を感じられると思います。貝焼きだけではなく、いろいろなおかずが出てくるのもポイント。出てきた瞬間にうわーと言ってしまいますよ。ぜひ行ってみてください。どんどんモモカ、ここで一番好きなのは、はい、メニュー的にこのホタテ、ホタテたち、はい、これさ、丸々くれるっていいよね。なんか切られないで自分のものって感じ。ここら辺がなんかあれだね、このお店自体がちょっとプサン感をすごく感じられるからいいんじゃない。そうです ね。お店の人の方言とかもめっちゃすごいし、おばちゃんの感じとかね。はい、エビどうですか。エビ、なんで今日のエビ、アワビ超えたから。俺に言わなくていい、俺に言わなくていい。アワビ超えた、アワビ超えた、やば。ステーキを食べて、貝を食べて、それでご飯で締めるっていいよね。こんばんは、ワボイスオプサンのマナです。今回プサンで食べてほしい海鮮料理ということで、私はプサンカンアンリビーチの横にあるミンラクオミンファロー直売場をご紹介します。ここで買ったお刺身はテイクアウトできるので、直売場の中や近くにある公園でカンアリの景色を見ながらお刺身を食べることができます。注文するときには何万ウォン分くださいと伝えればいいので、金額の心配もなく購入することができます。ぜひ皆さん行ってみてください。ボイスオブサン返事입니다。番組です。今日はあんこの料理を紹介いたします。韓国のアグチン、皆さんご存知の鍋の材料としてよく食べられるあんこなんですが、捨てるどころない魚って言われてるんですよ。それは韓国も一緒で、それをタンとかでもチゲとかでもいいんですが、蒸し物にします。韓国はで、ちょっと辛めのソースのタレにですね、もやしがいっぱい入ってて、香りの酵素とかが入ってて、それを蒸してるわけですよね。で、あんこの良い食感プラスヤンニョム、美味しいヤンニョムの味、そしてもやしのシャキッとした食感、このコラボたまりません。ぜひ韓国に来たらアグチン食べてみてください。これうまいやつだね。これ何なんだろう、ただの
コチュジャンとかの味じゃないです、これ、うん、何の味っていうのも分かんないけど、うん、なんか甘辛系そう、うん、食べてる時は甘いのに飲み込んだ後に辛いすげえ、なんか深いです、深いんだ、深い味超美味しい、なんかクリーミーですね、うん、なんていうか、あ、それはあるね、クリーミー、クリーミー、うんうん、尖った辛さじゃねえな、クリーミー、これは本当に美味しい。こんにちは、今回は釜山で食べれる海鮮特集ということで、私がご紹介するのはコムジャンオ、ヌタウナギです。アボイソ釜山でもヌタウナギをご紹介したのはたった1回だけなのですが、実はメンバーでも苦手な人の方が多いメニューなんです。ビジュアルがかなりハードルを上げていますよね。でもコムジャンオは釜山の名物の一つで、食べてみるとコリコリした食感で、ヤンニョム味は韓国の焼酎とよく合います。釜山にはこんなメニューもありますよということでご紹介させていただきました。以上、アボイソ釜山スタッフでした。怒らないから美味しいよ。うん、美味しい。まだ最後まで食べて。美味しいでしょ、美味しいよ、うん、だからそのスープがめちゃめちゃ美味しいでしょ、このスープがめっちゃ美味しい、うん、スープがめちゃ美味しくて、すごい生姜焼きの味がします、マジで、で、あの玉ねぎとかいろいろ食べると全然、ホルモン食べれる、ホルモン、マジで、うん、全然考えてる以上に弾力、うん、すごいとかなくて、もう全然飲み込める。酒好きは好きかもしれないし、酒好き美味しいよ、本当臭みなく、その歯ごたえがね、うんうん、本当に臭みないのびっくりしました、ね、だからビジュアルと食感が大丈夫な人は、うん、まあ、うん、美味しく食べれる、やっぱり地元の人が教えてくれる店は間違いない、うまい、熱そう、うわ、めっちゃうまいな、うん、あーうまいな、うまいよこれ、本当に、うん、これでも釜山来ていただかないと食べれないんで、釜山に来てもらわないと。こんにちは、ワボイソ釜山のももかです。私が紹介する料理はナッコプセです。ナッコプセはナッチ、コプチャン、セウの頭文字を合わせた言葉で、野菜などと一緒に炒めた料理です。少し辛い味付けになっていて、ご飯との相性も抜群です。気になった方はぜひ一度食べてみてください。以上、ワボイソ釜山ももかでした。バイバーイいいっすよ、いいっすよ、美味しそうですよ、うまもう味ですよ、もう汗が若干出てるけど大丈夫、夏ですか、ね、夏だからね、うまもうタコもね、がっつりです、食感も大丈夫、しょっぱくない、あ、大丈夫でした、あ、そう、あ、じゃあちょうどよく炒めて、うん、タコと、うん、コプチャンと、うん、これあれ、いわゆるあのハーモニーですねこんにちは、有野です。今回私たちが紹介する8選は釜山で食べてよし海鮮料理ということで、私が紹介するお店はヨンサンドンにある海鮮鍋のお店です。動画の題名にもある通り、このお店は待機時間があるぐらい人気のお店です。お鍋の中にたくさんの海鮮物が入っていて、スープ自体は少し赤いですが、あっさりとした海鮮スープで美味しいです。締めのポックンパンまで食べたらお腹いっぱいで帰れると思います。お店の場所が人気の観光地から近いわけではないですが、機会があればぜひ行ってみてください。それではリノでした、アンニャーン。辛さは全然なくて、うん、海鮮の味がキュッてなくて、うんうん、美味しい、マジでプリプリ、うん、醤油とかつけなくていい感じだわ、うん、味ついてんな、うん、このだしに、で貝もさ
なんかいっぱいある。5種類ぐらい入ってる、うん、カニとか一個一個がさ全部さめっちゃでっかい、これサイズが。ガーリックの味が強い。うんうん、こっち行って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 、お酒飲んで、こっち行って、お酒飲んで、最高最高。ずっとさ、似てるから、似てるっていうの、うんうん、やってるからさ、味がさらに凝縮されてる、うん、最後の最後まで火止めずに待った方がいいんですね。弱火でこれずっとグツグツしてるのがいいかも。こんにちは、プサンの海鮮おまとめということで、今回はチュクミのお店をご紹介いたします。このチュクミのお店は数度和ボイソプさんでも登場しています。チュクミ、甘辛ソース、ニンニク、ケニプ、マヨネーズのスペシャル調和な料理なんです。もう行きたくなってきちゃいました。もう食べずにはいられないプサングルメの海鮮の中の一押しです。以上、和ボイソ社長でした。じゃあね、サラダとあとマヨネーズ、はい、です。うまうまでもちょっとピリ辛ですわ。うん、辛い、辛いですよね。いやーこれうまうま、いやだっておいしいもん。うまいい、いいタコですよ。肉厚だし、こんな感じで、で柔らかいし弾力あります。うん、これをひたすら食べるんだけどね、最後まで食べちゃうからね、これ、うん、本当にこれ味変とかないのね。これ意外と量多いな。うん、意外とね、あるよね、4人。でもやっぱ日本人の方はバナナと辛くない方が美味しく食べれるから、うん、確かに、辛いのに慣れてない方、うん、ちょっと個人的辛さ好きな方はこれとお酒飲んで、確かに韓国を感じられる辛さですね。皆さんこんにちは、ボイスオブサンのマリです。今回はプサンで食べていただきたい海鮮料理ということで、私はユソンシルビを紹介したいと思います。プサンで美味しいお寿司と美味しい焼き魚を食べたい方におすすめです。本当にプサンに行ったら私は必ず行きたいお店ですので、本当に本当におすすめです。必ず行ってみてください。以上、和ボイソプサンマリでした。バイバーイ。こんな感じだよ。なんかお肉食べてるみたいな感じで、なんか厚みがあって、マジわかる。それねえ、久しぶり。魚あ、やばい、焼き魚めっちゃいいわ。やばいんだよこれ、本当に柔らかい。韓国で食べた焼き魚とかで一番ここが好きかもしれない、本当に。日本でもこの味に出会うの結構難しい。そこなんです。本当に僕はね、いつ来てもこのサバのクオリティ、これはぜひ食べに来てください。こんな感じ。くど、ちょやお